ジャル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 。はい、ということで、でお電話つながりました。ここで、生電話で人生相談のコーナー。いやー、このラジオ番組のね、本当に これ恒例企画でね、いやー本当にね、私マグナム園田がいろんな角度から、本当にね、先週もね、面白かったよね、これね。見事に僕が解決したわけですけども、いろんなお金道しるべになってね、いけたらいいなと。まだね、このコーナーまだ5回目なんですけども、私、マグナム、その名なりに、アドバイスをしていきたいと思う。ちょ、ディレクター割れすぎだって。まだふわついてるけど、このコーナーね。はい、ということで、今週の相談者は夢なし大学生さんですね。もしもし。もしもし。もしもし。まあ人生相談のコーナーですけども、まあ相談内容の方教えていただけますか。まあね、大学生っていう名前になりますけど、大学生ですか。はい。なるほど。まあ大学生、まあ私もね、本当にもう30年以上前ですけども、大学帰ってたことありますけどね、その頃は本当にね、悩み多かったですよ。一緒です、みんな一緒ですよ。夢が見つからないですね。うん、それはね、本当に夢なし大学生さんだけじゃないと思うわ。僕もね、大学生当時まさかこうやってね、このラジオ DJ になるなんて思ってなかったもんね。うん、僕も大学に入学して、まあ、まだ1年も経たないんですけど、うん、まあ、まだ19歳ですけど、うん、そのまま20歳までには夢を見つけたいなと思って、まあ、自分の何かを変えたいなっていう気持ちはあったんで、うん、今回こういうふうに電話で相談させていただく形になりました。なるほど。なんか気力が湧かないってやつだ。そうですね、記録が湧かないこともないんですけど、はい、じゃあなんか今まで自分が経験したことでこれはちょっとテンション上がったなみたいなことなんかない？そこにヒントあるから。はないですね。ないことないよ。なんか友達と喋っててさ、なんか盛り上がったとかさ、なんかこういうとこに旅行行ってすごい景色を見て感動したとか、そういうのあるでしょ。大学正門入ってすぐのとこに、うん、時計があるんですけど、うん、時計台というか、うん、それがちょうど見た時間が僕の誕生日だった時。何それ。いや、あるけどたまにね、そういうの。それが人生で今まで一番テンション上がった時。一番っていうわけじゃないですけど。最近何でお笑いした。テレビとかですかね。あ、テレビでやっぱお笑いするんだ。バラエティ番組とか見るの。まあそうですね、はい。まあこれといった番組は特に決まってないんですけど、まあ家帰ったらテレビはつけるんでそれで見ます。覇気がないよ。大学生でしょ。19歳って言ったっけ。はい。いや、19歳って言ったらエネルギー有り余ってるでしょ。その同級生とかは恋人ができたりとか、僕はそういうことが多分ないのかなと思って。なんかクラブ活動してたりとかサークルに入ってたりとかする。してないです。あ、してないんだ。一応そういった説明会とかいっぱい行ったんですけど、うん、自分に合うのが何もなかったなと思って入れなかったです。あー、そうか。ちょっとタイミング逃しちゃったんだね、入るタイミング。はい。今からでも遅くないよ。何かこの興味あることないの。なんか高校時代何やってた。特にやってないの。はい。あ、そうか。じゃあ授業とかって楽しい。別に。アルバイトしてんの。最低限。はい。最低限のって何。何、なんかこの特殊なアルバイトしてたりしないの。あ、別に普通です。あ、そう。はい。あ、なんか趣味ないの。趣味。まあ、今蕎麦屋でバイトはしてるんですけど。お蕎麦屋さん、いいじゃない。まあ蕎麦、その店長がこねてる姿は
楽しそうだなと思います。手打ちそばだ、はい、じゃあいつか自分もちょっとそば打ってみたいなとかそういう気持ちになるでしょ。そこまではさすがに仕事にしたいなとは思わないです。あ、そう、はい、じゃあ、うん、自分変えたくてこういうふうに応募させていただきました。いや、こうやってね、番組に生電話で応募してきてくれるだけでもこれ大きな一歩だから。わかるわかる、人生悩む時期だよ、はい、自分がどっちに進んだらいいのかわからなくなっちゃうんだよね、はい、なんか不安になるよね、この先がぼやけてると。はい、いや、わかりますわかります、心配しなくていい、みんなそうだから。同じようなことを考えてる大学生いっぱいいると思うよ。はい、うん、ちょっとね、この声、いつもこのコーナーの特徴なんだけど、これはみんなに公表はしないんだけど、我々だけでちょっと見るためにこのお顔の写真っていうのを送ってもらいたいんですよ。はい、番組の、メールアドレスあると思うんですけども、はい、それを見て顔を見た上で僕もこの人生相談乗った方が具体的にアイデア出しやすいんで、送ってもらえますかね。あ、さっき送りましたけど、ああ言わない方がよかったですか。いやいや、あ、送ってもらったんだ。うん、え、決まってたやつやから、あ、すいません、言わない方がよかった。いやいや、すいません。いや、なんか、こういうことある。うんうんうん、なんかそういうの言わないの。うん、まあまあいいよ、そういうのもリアリティがあってね。これね、誰誰、嘘やろ。え、これもしもし。はい、これあなたの顔じゃないよね。あ、僕です。え、これ違うよね、これ誰かの。あ、一応有名なし大学生、中東の大金持ちの人だよね、これ。有名なし大学生って書いてるやつです。え、これ君。はい、え、なんでこれ本当に、これ。はい、え、この顔で夢ないの。この顔でというか、はい、なんでなんで顔が間違ってるか夢がないことが間違ってるかどっちかじゃないこれ。いや、どっちも正しいです。いやいや、え、この顔でそば屋でバイトしてんの。はい。いや、大将の貫禄超えちゃってるでしょこれ。いや、大将の貫禄は超えれないです。いや、いや、ホールでこの人立ってたら、そのそば打ってる人を監視してる一番上の師匠みたいに見えちゃうんじゃないこれ。いや、さすがに僕も白い服着てるんで、さすがにそういうのは見えない。いや、見えるよこれ、だって顔がすごいんだもん。え、何これ。 え、本当にこの顔なの。はい、これあなた本当に。はい、いや、これ見せたい、ちょっとリスナーの皆さんに。いや、夢がない人の顔じゃないもん。うん、いや夢がありすぎて、ありすぎて、あり余って、いろいろチャレンジして大失敗して、また這い上がってる人の顔してるから、これ説明難しいなこれ。いや、僕の人生何も始まってないんで。いや、始まって終わって、もう一回始まってる人の顔なんだってこれ。うん、ものすごい経験してるでしょ。いや、まだ人生っていうものを考えたことないので。いやいやいや、考え抜いて考え切って、答えに行き着いて、それが違った、もう一回考えようの人の顔でしょこれ。いや、これ世代だから、世代の人わからないかな、映画のさ、クリフハンガーみたいな経験したでしょこれ。崖から落ちそうになったでしょ、ロープ一本で。ちょっと知らないですそれ。え、クリフハンガー知らない。ちょっとわからないです。え、これ50代だよねこれ。いや、19です。19。え、何か大きな経験しなかった今まで。ああ、今一応してきましたけど。それだよ、だからこういう顔になってんだって。どんな経験した。引っ越ししました。何、引っ越してこんな顔になってたらどうすんのよ。いや、小学校の時に学校変わったんで。転校したの。はい、うん、それは結構人生にとって大きな。ならないって、ならないって。いや、海外にもな、40カ国ぐらい転勤して転々としないとこういう顔ならないって。一回引っ越しただけで。大学生とかみんな髪の毛染めたりパーマあったりとか。そうだよね、ほんと楽しそうで、自分はこんなんでいいのかなって。いやいや、それ超えてんだって、こんな立派なヒゲ蓄えてさ。いや、剃るのめんどくさいんで。いや、めんどくさいさ、無気力で伸ばしてるんだこれ。いや、貫禄ヒゲじゃないこれ。いや、整えてないんで。整えてないのこれ。はい、19でこんな貫禄費入るの。それできねえよ友達、こんなんじゃサークル入れねえよ。立ち上げろよこんなやつ、サークル集まるって人。ウイスキーサークルとか立ち上げたら。いや、夢ってどうやったら見つかるんですか。いや、見つかってるだろこれもう。すいません、人生相談乗ってもらえるって聞いたんで。ああ、ごめんなさいね。いや、いろんな経験した方がいいよみたいなことを言おうとしたんだけど、いや、貫禄あるもん僕より。いや、今まで
ここまで顔に貫禄ある人いないよ僕の周りで。うん。いや貫禄あったら僕夢見つかってますし。いやこれ見つかってないの本当に。本当に見つかってない？はい。ハリウッド映画出てない？いやあんまり洋画は見ないんで。なんで洋画見ないの？洋画だけ見る人でしょこれ字幕なしの。でもドラえもんの映画は全シリーズ見てます。嘘でしょ。ドラえもんの映画見てる人は顔もっとのっぺりなるよ。 DVD も全部持ってます。なんでドラえもんそんな好きなの。でもっとのっぺりなるはずだって。こんなギュッてシワいかないよ。いやシワは別にいってないんで。シワというかなんていうか影というか。なんでこんな険しい顔してんのこれ。これ怒ってるこの時の顔って。いや怒ってないです。これ真顔。これ真顔というか無です。いやこれあのいろんな経験してなんかこのもう一回ちょっと勉強し直そうと思って大学行ってる人だと思われるよ大教室にいたら。いや、まあ、でも周り集まらないでしょう人。自分変えたくて。で、まあ、今月もうすぐバイト代が入るんで、うん、何か大きい買い物をしたいなと思って。ああなるほど。何か買いたいものあるんだ。はい。何買いたいの。あのコンセントのここくらいついてるやつあるじゃないですか。延長コード。延長コードでその一個ずつにスイッチついてるやつあるじゃないですか。あああるね。あれが欲しい。嘘でしょ。バイト代貯めて買うもんじゃないでしょ。あのタコ足のなんかあのスイッチついてるやつ。あれ結構高くて。いや違うでしょ。あなんか違うでしょ。超レアなあの200年もののウイスキーとか買うんでしょ。いやまだ19なんで。あそうかそうか忘れてた。あ本当にこれ親の顔が見たい。あのそういう意味じゃなくて、なんかこの悪さした子供に親の顔が見たいとかいうニュアンスじゃなくて、純粋に親の顔見てみたい。どんな親からこの子供生まれるの。いや普通の親です。絶対普通じゃないって。え兄弟いる。あ一人っ子です。あ一人っ子か。一人っ子だ。兄弟がいたらさ味が分散されるのかなと思ったけど、一人にゲッて集約しちゃってんだ。いや本当はいるんですけど。何。いやそうそうそう、そういう経験。そういう経験。いやあの嫌がってて。え一人っ子ってことにしろよって言われて今日。ああそうか。っていうか今のから予想するに兄弟結構のっぺりした顔だ。のっぺりかどうかわかんないですけど仲良くて。あ仲いい。でこれラジオ番組投稿するって言ったら、うん、あの人絶対家族構成聞いてくるから一人っ子って言えよって言われて。だからそのあいやいやいやお姉ちゃんお兄ちゃん妹弟とか絶対言うな。ああなるほどね。ご兄弟ごめんなさい。あんま深く、うん、言わないようにするわ。うんうんうん。一応一人っ子です。あもう言っちゃったけどね。全部言っちゃったけどね。もしかして分かんないけどなんか年季入ったレンガ造りの家とかに住んでる。何ですかそれ。いやいや顔から推測するにさ、なんかこのさなんか。あ家は積水ハウスです。いや嘘でしょ。のっぺりした顔なるって。もっとこれジェルつけてるよねこれ絶対。あそれ邪魔なんで。あジェルつけてるの。はい。あ邪魔なんでつけてるんだ。これ普通にちょっとあのセットしようと思ってやってるわけじゃなくて。おいよまあ朝起き寝癖あるんで直すのもめんどくさいんでジェルで後ろに上げてるだけです。大丈夫大丈夫。夢追いかけなくていいから。うん顔が夢を吸い寄せるから。うん夢磁石あなたの顔は。ちょっとあの大人の言葉は僕にはまだ伝わらないです。いや伝わるでしょ。深みのある言葉使う人の顔だもん。大丈夫大丈夫。顔が全部夢を吸い寄せてくれるから。うんなんかちょっとしたドラマのオーディションとか行ってみ。顔だけで受かるわ。うん喋らなくていいと思う。いやうなずい、うん、今のいやとかもうこれ大学生の嫌じゃない。酸いも甘いも経験した人のいやだもん今の。いやどっちも経験してないです。僕の声が軽く聞こえちゃうよ。みんなに見てもらいたいわこの顔。うん大丈夫大丈夫。顔が道しるべ。うんその顔でいたら大丈夫だから。はい。うんだんだん年齢が顔についてくるからね。なんか大人っていつも具体的なアドバイスくれないですよね。いやあの君だからだよ。うんアンバランスだから。どっちかに揃えた方がいいと思うけど年齢重ねていくたびにこの一致していくと思うわ。はい、うんあと10年もすればねちょっと白髪も混じってくるかもしれないけど、そうなったらグッといくよ君。うん
今年齢と顔がアンバランスすぎて、あと思いとか姿勢が、うん、顔だけがもうだいぶ独走してるから。コンセントは買ってもいいんですか？あ、コンセント買ってもいいけど、はい、うんうんうん、あんまり無気力であること悩まなくていい。あ、はい、うんうん、顔が全部やっちゃってくれてんだから、うん、あの心が顔に追いついてないだけ、うん、ぶっちぎり、うん、本当に、はい、そうそう、マラソンで言うとさ、もう35キロ地点っての顔が、うん、君まだ5キロ地点だから心が、ちょ、大学の単位は全部取れたんで。あ、取れたんだ。まあこの取れる分は全部取ったんで、うん、あ、はい、あ、顔以外はノーマル大学生というかね、感じだもんね。資格も何か取れたらなと思ってるんで。ああ、いいんじゃないの、取れたら報告します。ああ、いいんじゃないの、また報告してよ。はい、うん、ごめん、この顔さ出していい？え、この顔ちょっとホームページ上げとっていい？あ、別に、はい。あ、いいんだ、すげえ、ありがとう、ありがとう。うん、この顔きっかけで何か、もしかしたら、あの、分かんないけど仕事とかが入ってくるかもしれないよ君。いや、入らないです。いや、わかんない。なんか何かきっかけになると思うから。うん。頑張ってね。はい。うん、頑張るで、そのままでいい。うん。顔についていって。いや、僕がいくら進んでも顔はここにあるんで。まあまあ、そうだよね。わかんないよね。顔はここにあるもんね。でも顔はどんどんいってるから。うん。顔のペースはどんどん遅くなって、はい、心のペースは早まるから。それでガチッと一致した時に君の人生始まるから。あ、ありがとうございます。じゃあね。はい、コンセント買います。はーい。いやー、すごかったね今週の相談。あの、夢なし大学生ホームページ上げときますんで、よかったらチェックしてみてください。続いて、お便りのコーナーです。